狙ってきた。左足で狙ってきました。前に置いた前田ループ。そうすると自分たちの形というのはこう出していきますから、ええ、逆に札幌ホームですしね、前半の得点が多いんですよね、うん、そこから勢いを持って落ち着いてゲームに入っていけるっていう試合が続いているので、はい、立ち上がりやっぱりお互い玉毛の攻防も激しいですし、まずゴールに向かってきてますよね。レアンドロからアダユトンが抜けてきた。シュート決まった。 FC 東京あっという間に先制。前半の3分、1本目が布石になったというか、これ今日前からどんどん行くぞっていうような、うん、これはアダユトンの仕掛けで、レアンドロがワンツーもらってスペースに飛び出して、杉野選手がよく見えてましたしね、最後ここワンツーの形でスペースに、ここのカバーリングが遅かったんですよね。うん、杉野選手思い切って今度は右でちょっと作ります。ワンタッチ岩田、中川がえぐって折り返した。前田大然、岩田のワンタッチ、F マリノスらしいゴールでしたね。うん、まあ、起点つけたところで中川のこの斜めのランニング、まあ、優勝した時に何度も見られたシーンでしたけども、まあ、ここでえぐったところで勝負ありでしたかね。まあ、前田もしっかりと相手の背中から前に入って、まあ、お得意な形ですね。はい、まあ、まさに F マリノスらしいゴールでしたね。ちょっとプレーに影響が出るくらいの雨になってますね。そうですね。中野、樋口、いいボールですね。さあ、いいのグラウンダー抜けてきて山下、見事に捉えました山下。左で作っといてこのパスが見事でしたね。樋口からですよね。そしていいので中に先頭ですかね、入ってきて、あ、小山ですかね。これね、抑えてシュートするの難しかったと思いますけど、うまくね浮かないように上からね抑え込む。さあサロモンソン、サロモンソンからボール、山岸、アビスパ福岡先制。山岸ガンバ戦では初めてここサロモンソンがよりこう高さを出せたなってところと、まあ、ここディフェンスラインが下がった中で、いわゆるこのディフェンスの前のところでこう空いたスペースをうまく使ったなというところと、うん、まあ、これはしっかりこう面を作りながらボレーで吹かさないようにすること、で逆サイド流すところ、はは、山岸のうまさだと思いますけども、このサロモンソンのボールの質で選んだところもすごく良かったなと思いますね。はい、ディフェンスからすると大きな展開、札幌このサイドチェンジが多くなってきました。福森ワンタッチでジェイ胸で青木の前、うわ決まった。今日2点目、札幌逆転3対2。ここの小前選手の揺さぶり、菅選手がまず収めて落として、福森選手のダイレクトのくさび、ジェイの胸の落とし、3人目青木選手、完璧な距離感でイメージも共有できてますよね。これ、はい、この落としは難しいですよね。あそこで角度変えれる、これには惜しみない拍手が送られます。でもって松原から一気にエウベル、まだ攻める、まだ攻める、うわエウベルが来た、エウベルが折り返し、ヘディング、前田大然ハットトリック。見事でしたね。松原もいいフィードしましたし、エブレですね。ここでかわした後、ここ少し長くなったかと思ったんですけどね、ここからアウトでキーパーの上を抜きましたからね。ただここのコントロールのボディバランスなんかも綺麗ですよね。はい、ここから今日はよくすくい上げて、田中俊太が一度最終ラインの宮澤まで戻します。では FC 東京長谷川健太監督のハーフタイムのコメント、いや斜めに入れて小柏が抜けてくる、折り返して青木のシュート、決まった。青木 J1 初ゴール、同点2対2。ここですね、もちらっと受ける前見てたんですけど、ここからですよ、この森重選手の頭上を越えて、お
ボールスピードコースここしかないっていうところですね。岡選手のスピードを生かしながら、はい、でワンタッチと狙ってきた。芸術的な弧を描いてゴールに吸い込まれました。ジュビロ磐田同点。遠藤の今シーズン2ゴール目。止まったかのような素晴らしい芸術的なフリーキックでしたね。少しね距離がね私ね近いから落とすの難しいかなっていうね話したんですけどね、しっかりとこう非常にこう厳しいコースにしっかりとこう流し込むような本当芸術的なシュートでしたよね。一本長いボール山見です。中央レアンドロペレル走っています。切り返した左足で狙ってきました。山見が決めました。いやまずこの縦パスに対してこのファーストタッチですよね、まあ、繊細なコントロールで前にコントロールして切り返してこれ左足で巻いたシュートですね。まあ、情報ないんで分からないですけど右利きの選手だと思うんですけれども、いやコントロールされた素晴らしいシュートですね。もうこれサイドネットポストのところギリギリ飛んでるんで、さすがの権田もボール触れなかったですね。水沼が残す、水沼が前を向く、いや水沼が裏に出す、前田が前に置いた、前田ループきました。水沼をよく見ましたけどこの時の背中側を走ったんですよね前田が、はい、いい走り方しましたし、いやコントロールはこのままループだと思いませんでしたね。パスもコントロールもシュートも完璧なわけですけどもここの選択ですよね。いや素晴らしいシュートでしたね。อย่าลืมไลค์และ Subscribe นะครับ Like Subscribe Push Notification Like Subscribe Push Notification